こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、おすすめ CD ということでですね、クラブサンジェルマンという、えー、この間アートブレイキの、えーの歴史をやりましたから、今日はアートブレイキーの曲の、えー、CD のご紹介をしたいと思います。このアルバムはですね、めちゃ名盤って言われてるんですけど、モーニーの、一番有名なモーニーのね、えー、レコーディングの直後で全く同じメンバーで、 えー、リー・モーガン、ベニー・ゴルソン、えー、ボビー・ディモンズ、ジミー・メリットと、えー、アート・ブレイキーというメンバーで、えー、フランスのですね、パリにあるサン・ジェルマンというところのライブハウスでやってる、えー、ライブ録音ですね。で、昔よくそのライブ録音をよく聞きなさいって言われたんですけど、アルバムっていうのはやっぱ作品にしてるので、なんから作り込んである感じがするんですが、ライブって言って本当にお客さんとその対話してる感じが、もうこれね、 この3枚組のアルバムは本当にね、もうハッピーになりますね。もう聴いててもう笑っちゃうみたいな。聴きどころがですね、えー、1番のポライトリーですね。これはですね、えー、まあ、丁寧にという意味がありますが、ピアノソロの後にもうみんな大合唱なんですね。ベースのフレーズで、ベースがアドリブしているときフレーズで、知ってるフレーズが出てくるともうみんなで大合唱しちゃうんですね。もう本当にこのライブハウスでもうお客さんと一体になっている感じがすごいよく聞こえる。 イスパーノットっていうのはまあゴルソンの曲なんですが、静かにそっとささやいてっていう意味があるので、まあしっとりとやってます。ナウザタイムは、これパーカーの曲なんですけど、ブルースなんですが、もうめちゃくちゃ盛り上がるんですね。あえー、テーマやってる時もドラムがボーってロールしてドカーンっていくんで、もうとにかくもう盛り上がりまくる曲ですね。で、このファーストテーマっていうのがですね、あの、まあ、あ これ、マイルスも使ってたテーマってやつなんですが、ドラムが、タドン、タドン、トロルラドン、トロラタタドン、トロラタドンっていう、もう有名なフレーズがあって、それがあると、もう曲名を言わずに勝手に始まるって言ってました。ベニー・グリーンっていうピアニストとか、ジェフ・キーザーっていうピアニストとか、もうあの、ブレイキの後期に入ってるんですが、まあ、二人とも僕が共演したことあるので、彼らが言ってましたけど、もうあの、ドラムのフレーズで決まりがあって、 このフレーズで始まると勝手にこの曲が始まるんですね。もうエンディングテーマなんで、もうあの、始まったらやるよって言ってなくても勝手に始めなきゃいけないっていうね。それが最初ついていけなくて困ったって言ってましたが、えー、まさにこんな感じですね。ピアノのソロなどにですね、えー、有名な決め、みんなで決め、えー、とこういうコールがあるとこういうレスポンスがあるみたいなのがすごいたくさん出てきますんで、まあこの辺はもう聞いといて損はないかなと。 で、モーニンっていうの、ウィズ・ヘイゼルっていうのは、えー、この時見に来てるですね、お客さんで、ピアノと、まあ、キアラの兼歌手でですね、ヘイゼル・スコットっていうか、まあ、彼女が来ててですね、まあ、彼女が聞いてて失神したと言われていますが、まあ、あっちこっちでですね、声出してみんなで歌ってるんですが、まあ、そんな感じが聞こえる。もう、もうこれもう CD1 からずっとですね、もう反応しても、もう、やんややんや歌ってる感じですね。 エビデンスっていうのはですね、これは、えー、セレニアス文句のジャスティスっていう曲なんですが、ジャストユー・ジャストミーという曲を、えーまあ、コード進行を使って使ってるジャ,スジャスティスっていう曲があるんですが、まあ、ジャスティっていうのは正義ですよね。エビデンスっていうのは証拠なんですね。これはあのー、まあ、あの、他の手記で書いてましたが、えー、やっぱりこう黒人がいきなり白人に殴られるとか、そういう事件がやっぱ多かったので、えー、僕らはそういうこう、うん 正義と証拠を持っているという、そういう意味でこういう名前を付けたんだと。We named it justice という風に言ってるわけですね。で、まあ、これのもう聞きとかですね、ピアノソロのところが、ピアノは別に弾くわけじゃなくて、ガッガッってコード弾くんですよ。で、そのコード弾いてるときに、こう、なんていうのかな、ドラムがそれに合わせてるんですけど、合わないとお客さんが笑いが起こって、みたいな。ピアノソロもそれだけですね。なんで、もう本当に面白いですね。 で、ブルースマーチっていう名前、有名なドラムがだった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 っていうマーチがあって、でも、あのー、コールレスポンスで湧きまくるんですね。みんなでゴーゴーって言ってたりですね。本当に、あのー、めちゃくちゃ面白いと思います。で、ライク3枚になれば、しっとやってます。指示3枚目ですね。アロングケームベティっていう名前で、モーニーには入ってるんですが、この、多分、その時に多分お客さんに来てたのかな。えー、アロングケームマノンになってますね。 まあこれもしっとりした曲です。で、アウト・オブ・ザ・ a ストもこれもしっとりした感じですが、ナイト・イン・チュニジアはですね、この時にあのパリに住んでいたクラーク・テリーっていうですね、まああの、一個前の歴史の講座でやってましたが、こう、シンコペーションをツトンツトンってやってやるような、 えー、そういう一番最初にそういうのやり始めたクラーク・テリーっていうドラマーがあのパリに住んでたんで変わってドラム叩いてるんです多分だからパーカッションはアートブレイキがやってると思うんですけどだからパーカッションとドラムのバトルがあってか多分セッションなのかテーマが終わった瞬間どうするみたいな感じになってるんですがそういうのも楽しんでもらえばいいかなと思いますでエンディングテーマは、まあ、さっきの、えー、多分 ファーストセットよりもテンポが勝手に速く出ててですね、やってるわけですね。あ、そう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 。アロンゲームベティはですね、これはあのこの時にやってないんですけど、これ、ベニー・グリーンが言ってたんですけど、バスドラをドン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 って急に踏み出したら、バデン、パッパラーって始めるっていうのが、まあ、このバンドの定番になってるんだよっていうふうに言ってましたね。今だからそのバンドでもう ここ来たらこうみたいなのは決まっててついてこれないやつはもうバンドをクビになるみたいなスタイルなんですがまあブレイキっていう人はすごいあのウェイン・ショータの指揮でも書いてありましたがすごくバンドを家族と見ていてですねみんなでキャンプしたりとかそういったこう時,間時間もすごい持つ人でとにかくこう,こうみんなで音楽のこと話し合ってバンドを固めていく感じのサウンドになってますなので非常にいい アルバムだと思いますのでぜひこのクラブサンジェルマン3枚組ですので詳細の欄の方からですね、えー、まあ解説のついたページに行きますのでそちらの方で購入もできますので、えー、ぜひ聴、えー、いてみてください、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください チャンネル登録の方もよろししくお願いします。私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討ください それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。